皆さんこんにちは。グッドバイブサポーターの吉軽です。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。皆さんご視聴、コメント、チャンネル登録いつもありがとうございます。嬉しいです。なんか本当にやり取りコメントいただくと、あ、なんか見ていただけてるなと思って本当やる気が出ます。ありがとうございます。で、お金のシリーズをですね、5回シリーズでやっていこうと思ってるんですけれども、今日は2回目です。なので1番目をね、見逃してる方はぜひそちらから見ていただければと思うんですけれども、順々に見ていくことによって皆さんの、意識の改革をしていただければなと思っているので、見逃さないようにお願いいたします。で、今日2回目のテーマなんですけれども、じゃじゃん、またホワイトボードで説明したいと思います。今日のテーマはこちらです。逆算の思考ということです。この逆算の思考というのはですね、成功されている方とかお金持ちの方とかがよくやっていることなんですけれども、それをちょっと具体的に説明したいと思います。じゃあ皆さんに今質問したいと思うんですけれども、来年年収が、ご自分の年収がどれくらいになっていると思いますか？チクタクチクタクピン。はい、いくらになっているとお答えされたでしょうか？これね、別にいくらでもいいんですけれども、その時に考える時にどう思いました？普通の今までの方の考え方はこういう思考パターンなんですね。例えば前に年収100万円、例えば10年前に年収100万円、100万円ってちょっと低いかな、100万円だったとして、で、例えば今がね、年収300万円だとしますよね。じゃあこういうふうに来るとな、あと10年後500万ぐらいかな。どうされました？どう思いました？過去から推測して今を考えて未来予測しましたか？これがですね、普通に考えちゃう普通の人間の思考パターンなんですよね。それで仕方ないです。私もそうやっていました。ただですね、これを変えることによってっていうか、変えてる人が成功していっているですね。なのでぜひそれを考えて変えてもらいたいんですけれども、じゃあ成功している人はどういうふうに考えるか。じゃあ成功している人の考え方です。過去、現在、未来がありますよね。まず過去年収100万円だったとします。でも、もうここは考えない。もう過去は過去。で、現在年収300万だとします。だけどこっからこうは考えないんですね。未来に年収1000万円欲しいよね。まずこっちを考えるんです。そしてじゃあ年収1000万円にするにはどうしたらいいかっていう、こっちです。逆算してきます。じゃあ年収10年後に年収1000万円にするには、9年後、8年後、7年後、6年後どういうふうにしていったらいいのかっていうのを逆算してですね、そしてプランを立てるんです。そしてじゃあ今何をやればいいのか、もうこの逆算ですね。これだけです。まずどうなりたいかという未来を設定します。そこからじゃあ自分に今現在必要な行動は何か、これですね。もう本当にこれだけです。すごくシンプルですよね。なので今日はこれで終了したいと思います。じゃあね、ここで終わるわけにはいかないので、今日ちょっと簡単なワークをしていただこうと思います。書き出してみました。まずね、いくら年収欲しいですかって、最初に未来設定をしてと言っても、いきなり例えばね、みんな欲しければ欲しいだけ欲しいですよね、お金は。なんでじゃあ1億円とか3億円とか言っちゃいますけれども、いきなりね、そんな非現実的なね数字を
置いたとしてもですね、まあ自分の中でやっぱり心の中でそりゃ無理だよねっていうブロックが出てきちゃうんですよ。なのでここで、とりあえず現実的なね、手始めとして現実的な数字を目標をちょっと置いてみましょう。でやっぱり目標っていうのはね、具体的な数字を思い描いた方が叶いやすいので、でそのね数字を思い描いて達成できたらまたね次に、例えば年収1,000万、その次2,000万ってどんどんアップしていけばいいわけですから、まずね、じゃあここで今日やるワークとしては、手始めとして年収がね、じゃあいくらぐらいあったらとりあえず幸せな生活ができるのかっていうのをちょっと紙に書き出してみてください。で、例えばね、ざっくりで本当にいいんです。生活費にいくらぐらいかかって、交際費いくらぐらいでっていうね、月の、例えばね、月の、コスト計算しますよね。例えば家のローンがいくらでとか、家賃がいくらでとか、もう全部書き出してですね、じゃあ自分が月にいくらあったら割とね不安に思わずにハッピーに生きられるのかっていうのを、算出してみてください。その、ね、年換算したら年収いくらなのか、これまずね。でその金額を目標に、とりあえずの目標にしましょう。第一ステップとしてのこのね、理想の年収を考えた時に、案外ね、頭の中で勝手にね、みんな1000万とかね1億とかね思っちゃってる人もいるかもしれないんですけど、案外ね、こう現実的に考えてみたらね、そんなにいっぱいなくても、もしかしたら幸せにね生きられるお金ってそんなにね年収なくても大丈夫かもしれないんですよね。まずそこに気がつくっていうところもありますね、このワークのポイントとして。でその年収を目標にしてもらいたいんですけれども、ここで次大切なのが、その年収がね、理想の年収があった場合、何をしたいんですか？あなたはどういう感じですか？例えばね、ああもっと大きいお家に住んでとかの人もいるだと思いますし、もしかしたらね、このコロナの状況が収まったら、なんかクルーズでもう思いっきり豪勢な旅行とかしたいなとか、ちょっとこのね、以前もお伝えしたんですけど、妄想妄想、瞑想じゃなくて妄想妄想なんでね、妄想の世界だから、もうご自分の好きなように妄想していいわけですよ。もう例えば自分は10億円あるっていう妄想を全然しちゃってもいいわけなんですよ。でそのね、妄想をした時にね、どういう気分になって、で何をしたいかっていうのを妄想してもらいたいんです。でこのね、妄想していい気分になる時間、それが長いこと、長ければ長いほど自分の波動上がってますから、ネガな、ね、波動出てないから、それどんどん引き寄せやすくなるんですよね。なんでこれ本当に騙されたと思ってやってみてください。で次にやってもらいたいのは、このね、理想の年収と、では今の年収とのギャップですね。いくらぐらいギャップがあるか。例えばわかんないんですけど、100万円まあね、100万円だったとしますよね、年収ね。そしたら月に8万ちょっとですよじゃあこのね、月に8万ちょっとをね、どうしたらいいかっていうところを考えていくわけですそうやってちょっとブレイクダウンしてねそうすると、今までもやっとね、なんとなくお金持ちになりたい、なんとなく収入アップしたいと思っているんですけれども、もやっとじゃやっぱりダメなんですよ。やっぱり具体的にね、具体的にでもしかしたらこれね、文章にして、で前回もお伝えしたようにアファメーションにしてね、言葉を作って毎日朝晩言ってもいいかもしれません。例えば、私は年収500万円になって、こういう生活をしますとか、で必ず現在形で文章を作ってください。でその時に大切なのは、そういう風になった自分をとにかく具体的にイメージするっていうことですね。スポーツ選手とかオリンピックとかの選手とかもそうですよね。最後に何をやるかって言ったらイメージトレーニングです。成功してる自分、それをひたすらイメージするわけですよね。でもうイメージがそれぐらい大切っていうのは、もうみんなが知っていることなんですよね。ただそれを強烈に脳に焼き付けられてる人がどれだけいるかっていうことなんですよね。なのでイメージングは本当に大切なので、ここの妄想ですね、妄想で本当はバカバカしいと思うかもしれないんですけれども、こうね、お金を持った自分、そしてじゃあ男の人だったらもしかしたら高級車買いたいなと思うかもしれませんよね。でそういうのをね、
思い描いて、で、じゃあ高級車で乗りつけて高級レストラン行きたいなとかわかんないんですけどね。まあご自分でやっぱり夢とかちょっとワクワクすることとかありますよね。で、まあそういうことをね、思い描いて、で、私もね、絶対無理みたいな金額の買いたい車とかがあるんですけれども、もうそれをね、常に買ったらどうしよう、買ったらどうしようっていうのをね、考えてはいるし、その車の切り抜きとかをしてノートに貼ったりとかしています。とにかくイメージを、しようかなと思っていて、なのでぜひ一緒にちょっとやってみませんかということで、今日はここをね、具体的に自分の目標、成功の目標を、設定するっていうところをやってもらいたいと思います。ということで、今日は成功してる人がやっている逆算の思考というのをご説明してみました。いかがだったでしょうか。で、次回はね、じゃあ具体的に、じゃあこのね、今と理想の年収をギャップを埋めるためにどうしたらいいかっていう考え方をご説明したいと思っています。ですので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしています。ぜひチャンネル登録、いいねをお願いいたします。嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた。